どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでモリモリ音楽できるようになっちゃうよということで、日々簡単レッスン動画公開しております。今日も張り切っていきます。今日のテーマソングは思いを込めて歌いましょう。こちらドクタースランプあられちゃんのオープニングソングワイワイワールドでございます。鳥山明さんありがとうございます。本当にですね、もうガズはですね、鳥山明さんのこのドクタースランプあられちゃんがもうめちゃめちゃ好きで、本気でペンギン村に住みたいと思っていた、そんな小学生でした。いつも鳥山明さんがこう描く絵のこう模写というかね、もういっぱい描いてたノートに。特に鳥山明さんが描く車とか機械、あのね感じ、あと靴下の感じとか靴の感じとか、もうね、鳥山明さんのあの絵っていうか漫画っていうか、イラストっていうか、もうアートですよね。あれにね、もうやられちゃったんですよ、僕。もう本当にね、あられちゃんワールド大好きで、もう本当にね、今日はその曲をですね、心を込めて、このあられちゃんのワイワイワールドですよ。これです。これ、あれですよ、聞いたぞ、聞いたぞ、あられちゃんのあれですよ。歌いましょう。これは、やばいです。もうグッときますから。で、しかもですね、今日いつものように2バージョンをやるんですけど、かっこいいバージョンはね、もうかなり来てますから、すごいこだわっちゃった。はい、ちょっとそれもお楽しみにしておいてください。はい、本日は G ラボの、はい、ブラックビューティーモデルのウクレレとシンプル簡単バージョンではこっちの初めてウクレレ使ってやっていこうと思います。この初めてウクレレはですね、Amazon で即ゲットできるようになってますからね、ぜひ Amazon でね、初めてウクレレちょっと検索してみて、チェックしてみてください。よろしくお願いします。あと、この本が出ます。これ、4月にですね、主婦の友社から出版されるガズのめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本、ご機嫌ガズレレデイズ、略して GGD が発売になります。ただいま大好評、予約を受け付けさせていただいております。ぜひ皆さんご予約くださいませ。ぜひよろしくお願いします。概要欄に詳細貼っておきます。さあ、レッスン入っていきましょう。さっきも言いましたけど、今日2バージョンでいきますよ。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンは、コード8個ですけど、入門コードばっかりで押さえてるんで、これは楽しんでいただきましょう。後半はかっこいいバージョン。このかっこいいバージョンのね、イントロ。これがやばいんですよ。ちょっとこだわってますんで、ぜひ2バージョン最後までご覧になってください。さあ、まずは皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからの人生自分の手でどんどん大好きな音楽が生み出せるようになります。ぜひガズレレで音楽始めてみてください。さあ、今日のレッスン入っていきましょう。ドクタースランプあられちゃんオープニングソング、鳥山明さんありがとう。ワイワイワールド。まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみる。ワン、ツー、スリー。ポコポコポコプンポプンポポコプンデ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 ン三万ニッカニカ豚さんほうきょうせーのみんな集まれペンギン村にどんなことが起こるかなそれゆけいしししお楽しみはいてんててんててててんてんててんててててんてんててんててててん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 スランプあられちゃんオープニングワイワイワールドガズレレリシンプル簡単バージョンやってみました。いやーもうね泣けてくるもん。これ歌ってるともう懐かしさとなんかこう、ね、切なさで、いやーいい曲だなー。こんなね能天気な曲がありますか。もう本当に最高すぎますね。はい、今日もね朝 YouTube であられちゃんのちょっとね映像見たんですけど、あれはね、いいですね。今またこの2024年にあの映像を見るとまたね、心が現れる。はい。ぜひ皆さん思いを乗っけてやってみてください。今のもちろんテレビのオープニングの長さですから短いですけどね。短いですけど結構ね、内容濃厚ですんで、ちょっとじっくりこれでやってみてください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますから、それを見ながらこのウクレレで練習してもらって、1個目のゴール設定としては、まず、今やったシンプル簡単バージョンのガズさんの演奏に合わせてできるようになったら素晴らしいと思います。はい。今日200っていうところ出てきたりで、ちょっとポイントになるところありますけど、まあ、見てもらったら
らデモ演奏と一緒にやったら分かると思いますからね。はい、まずそれチャレンジしてもらって一緒にできるようになったという方おめでとうございます。やりました。次のステップにどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガゼレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいとは思うんですけど、とはいえね、この曲全部歌詞とコード丸暗記するのはやっぱり最初大変でしょうから、まずは楽譜を見てですね、何回も何回も楽譜練習を繰り返しているうちに覚えちゃって、夕日に向かって朝日に向かってね、これを熱唱する、これが素敵だと思うんですけどね。とはいえみんな思うでしょうね、楽譜って一体どこにあんのよと思うかもしれません。安心してください。今の演奏はですね、ガズさんのこの手書きノート、はい、見てください。40冊目に突入ですよ。ほら40って書いてある。なんともうガズレレノート40冊目に突入。はい、この楽譜を見て、手書きの楽譜、ガズの手書き楽譜を見てやっていきます。ちょっとこれいろいろ書いてあるでしょ。かっこいいバージョンではイントロ超こだわってますからね。はい、楽譜の長さこれだけなんですけど、はい、これもうちょっとしたらね、画面上にこんな風に大きく写して、みんなもこんな風に書いてみたらいいさってシェアしようと思うんですけど、今とっても便利なサービス、ガズクラブが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、ガズが山で手書きで書きまくってきた膨大な山のようなね、楽譜のストック、手書き楽譜のストックの中から毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、この曲いいな、私チャレンジしてみたいみたいな感じでお選びいただいて、お手元にですねデジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。でこのガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもねいろいろあります。毎月2回ガズクラブメンバーがもう世界中からのね参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こちら大学ですからちょっとハイレベルですよ。こちら YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね大学ですから皆さんちょっとねレベル高いですよ。入ってくださる方きっと16ベイトとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々と、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。であとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといってスタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなことぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことを概要欄に貼ってあるんでチェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。あられちゃんオープニングワイワイワールド、鳥山明さんありがとうということで、やっていこうと思います。まずねちょっとこここの曲の最初のところって覚えてます？プクトクトクトントプンププンプ、なんかね不思議なこうなんか音がするんですよね。あれをちょっと再現したくて、簡単バージョンでは口で言ったんですけど、かっこいいバージョンではなんとあれもプレイしてしまおうということで、後で解説していきますけどね。一弦を使ったフレーズをやっていきます。でここその後デン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 デレンデデンデンデン、このフレーズね、これずっと G7 シンプル簡単バージョンでは弾いていきました。これちょっと書いてないですけど G7 ずっと弾いているんですよ、シンプル簡単バージョン。かっこいいバージョンではここフレーズ弾いていきますからね、これもかなりね濃厚に解説します。この後楽しみにしておいてください。というわけでシンプル簡単バージョンはイントロはずっと G7 弾いていたということですね。はい、でここからギターぞギターぞと入っていきます。はい、こんな感じで写しとくんで、ちょっと皆さん一時停止してね、書き出してください、ノートなどに。で自分のペースでやってもらうのもいいと思うんですけど、今紹介させてもらったガズクラブでね、このガズの手書きノートの楽譜をゲットしてもらうのも今日もめちゃくちゃ有効です。まあ、この細かいね、この一弦の10とか、これタブ譜のちょっと一弦場だけのことをやったりとか、ここタブ譜なんですよ。これフレーズ弾きますからね、かっこいいバージョンでは。こんなのもね、書いてあるし、ガズのノートには。あと、この歌のところのね、この聞いたぞ聞いたぞ、ここね点が書いてあったり、これ言葉のリズムが分かるようになってですね。まあ、この曲は知ってるでしょうけど、皆さん、聞いたぞ聞いたぞ、あられちゃう、キン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 、テキテキ、こういうね、リズムが分かるようになってます。はい、あとワンブロックコード4つだ、こういうのね、分かりやすくね、ガズのね、手書きノートになってます。これをデジタルデータで皆さんお手元にダウンロードしていただける、このね、ガズクラブ、ぜひこれもご活用いただければというふうに思います。お時間ある方はね、この通りにね、書いていただくといいと思うんですけど、はい、こんな感じ、ここまで書いて、一時停止で書いていってください。いいかな？こんな感じか。はい。かな？で、もうここ、
最後のエンディングなんですよ。早い。なんつったってテレビのオープニングですからね。はい。で、ここも見てください。あ、これちょっと説明しとくと、ここ2拍ですからね、ここ。この2拍がポイントです。あと、ここ、ワン、これなんかいろいろ決めがあったりとか、かっこいいバージョンでいろいろなことが起こります。ここもワンフォークコードが4つだったり、ここも決めが入ったりします。これ、かっこいいバージョンかなり解説していきますからね。はい。で、ここやって、最後もここフレーズ、タブ譜でフレーズ入れますと。これはね、この後やるかっこいいバージョンは皆さん覚悟しておいてください。ここの、んちゃーこれ忘れないようにお願いします。ということでございます。楽譜はシンプルですけどね、もう内容はすごいことになってますからね、かっこいいバージョン。シンプル簡単バージョンは、いけると思いますね。はい。大いに楽しんでください。出てくるコード見ていきましょう。コードは8個です。言っていきます。C と Am と F と Dm、D7、G7、A7、Em7、入門コードなんですよ、これ。8個もコードあって多いなと思うかもしれないけど、安心してください。これはガズレレでは入門コードでもおなじみのこれでございます。ガズレレ必須コードのグループのメンバーなんで大丈夫です。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレで始めたばっかり初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループ。10個も覚えないといけないのかと思うかもしれないけど、1個ずつ見たら超簡単。だけど、いっぺんにね、ドーンと10個覚えようと思うともうごっちゃごちゃになるので頭が。そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画撮ってます。概要欄に URL 貼っとくんで、ガズレレ必須コード10個は覚えちゃってください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていく前に、この曲をやる上ではやっぱり欠かせないのは、やっぱりちょっとこうあられちゃんになりきるっていうか、ちょっとね、やっぱりやんちゃな感じがいいですよね。なんかこれを上品に歌うって感じよりはもうなんかうわーみたいな、この元気テンションがもうやっぱ大事になってます。元気に歌いましょう。これもうなんかテンション低く立っとったらもうほんとこれあれですよ、もう申し訳ない曲に鳥山明さんに申し訳ない、もうキーンっていう感じがいいですね、やっぱね、それがいいです。スーパーマンみたいな感じでいきたいですね。スーパーマンがこう空を飛ぶみたいな、あっちスケボーで地面をすぐ滑るみたいな、そんなのもうたまらないです。もう大好き、ペンギン村に住みたい本当に。はい。そんなの意識して楽しんでやっていきましょう。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはね、今日はちょっとなかなかすげえことになってるんですよ。まあ一応弾き方、あ、コードは出てくるコードは一緒ですね。弾き方を解説しておきましょう。今日出てくる弾き方のリズムはこちらになります。ドン。16ビートと8ビートのチャット、カッティング。この合わせフレーズでいこうと思います。これちなみに原曲はですね、これ迷うところなんですよね。歌のところあるじゃないですか。あそこはね、8ビートにも、最高だし、16ビートの要素も入ってるんですよね。なんでこれ16ビートでもかなりかっこよく決まれると思うんですけど、まあ今回はね、8ビートの方がやっぱりちょっとより、親しみやすいということで、8ビートを採用しております。ということで今この映ってるこの3つのリズムの弾き方、解説はね、概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろというところに、今映ってるそれぞれの濃厚解説レッスン動画がアップロードされているんです。ぜひ見てもらいたいんですけど、今日はね、ちょっとね、説明がね、濃厚になります。さあ、早速始めていきましょう。まずはね、イントロから、まずいきます。まず、この、あられちゃんのね、このオープニングワイワイワールドの最初、プン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 、このなんか、変な、なんていうの、シンセサイザーみたいな、プン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 ってなんかこう、打楽器みたいな不思議なフレーズ、これも再現したいんですよ。これはですね、ちょっとね、雰囲気もんです。これ16ビートです、右手は。ちょっと聞いていてください。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じ。なんかちょっとこういう雰囲気ですよ、これ。ちょっとね、タイミングとしては、ぷくぷくぷくぷんぷぷんぷぷぷぷん、こんな感じなんです。パパパパパパパンパパンパパパパン、こんな感じです。だから、こんな感じ。一瞬弦。で、今、1弦の12フレットです。これ、1弦の12フレット。1弦の12フレットを、タダンダダダダン、その後は一回ちょっと一瞬止めて、タダンダダダダン、ちょっとずらしていくだけ。雰囲気。はい。このずらしていくのが、こんな風に書いてるだけで、この、10、12、19、8、7、6、5って書いてあるだけで、ででんでででん、こんな感じ。このタイミングが大事です。もう一回練習。せーの、さん。はい。ででででででん、ででんでででん、こんな感じ。雰囲気ですよ。これちょっと再現したかったんですね。これなしだとね、ちょっとね、なんか足りない気がしちゃって。でも、コパパピッパパンパパパパンっていうのも良かったですけど、一緒でいいかもしれない。ワン、ツー、スリー、フォー、パパンパパパン、パパンパパパン。こんな感じがいいかもしれない。はい。そして問題はこの次ですね。ちょっとやってみると、ちょっと今日解説するとね、まずね、わかりやすい説明していい？まず G7 押さえておいてください。G7 ってこうですよね。G7 のこの2弦だけが動くと思っておいてください。で、いいですか？この G7 って一応言っとくんですけど、今日はこの2弦が、まず、3フレット、2フレット、わかる？ G7、要は、
ここ、3フレット、要は、ね、説明がちょっとあれだな、まどろこしい。この1弦の2フレットと3弦の2フレットは動かないんですよ。こことここは動かずに、2弦が3、2、1、2って動きます。わかります？言ってること。そうすると、3、こういうことになるから、G、コードで言うと G で、次こうなります。これなんていうコードかわかんない。こことここ、だから、こことこことここが1個目。2弦が、ここで2弦が3フレットの場合。で、ここ2弦が2フレットの場合ですね、ここ。2弦の1フレットの場合は G7 ですよね。わかる？ G から、こう、2、2、2やって、G7 やって、また2、2、2に戻る。要は、こことここは変わらずで、2弦が3、2、1、2ってなります。で、しかも16ビート。やってみましょう。せーの。わかる？ 3、3、2、2、1、1、2、2です。今、2弦の数字を言ってます。2弦の3、3、2、2、1、1、2、2です。ガズの手は3、3、2、2、1、1、2、2、こうやって押さえてます。で、こう、これ G っていうコードになりますけど、あんまり G とか言うより、この数字の方が分かりやすいかと思って。3、3、2、2、G7、2、2、3、3、2、2、1、1、2、2、これが基本ね。はい。で、これは、前半は今の3、2、1、2なんです。2弦が。3、2、1、2。この後です。言っていきますよ。これから早くなりますからね。3、2、1、0。ここまで OK？ G から2フレット行って、G7 やって、次0だから Em7 ってことですよね。3、2、G7、Em7。これ見て、2弦だけに注目してもらうと、3、2、1、0ってなってるんですよ。3、2、1、0。わかる言ってること。G から2フレット、G7、Em7。2弦だけで表現すると、3フレット、2フレット、1フレット、0フレットですね。はい。この後、D7、C、G7、Am というコードが動きます。ちょっとやってみましょう。3、2、1、0。D7、C、G7、Am。これなかなかすごくないですか？早いですから、これ。ちょっと最初から、このフレーズの最初からやってみます。せーの。3、2、1、2、3、2、1、0、D7、C、G7、Am。こんな感じです。これなかなか順番覚えるの大変ですよ。もう一回超ゆっくりいきます。せーの、3、はい。3、2、1、2、はい。3、2、1、0、D7、C、G7、Am。全部右手は16ビート。ダカ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 。疾走ビートの16ビートみたいな感じですね。はい。ちょっとそこ、イントロのド頭からやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。ここまでです。すごくないですか？この後、フレーズが入ります。タブ譜が登場します。こんな感じです。はい。まず最初、タブ譜の読み方、わかんない方、概要欄にめちゃくちゃこのタブ譜の読み方がわかりやすく解説している動画貼っとくんで見ておいてください。これどう見るかというと、まず、2弦のね、333653。まずこれ一番上の横の線は1弦ですからね。1弦、2弦、3弦、4弦ってなってるんです。下が4弦です。で、2番目に 3って書いてあるから、2弦の3フレットです。そうすると、はい。さ、さん、さ、六、五、三。で、一回止める。で、次は、さ、さん、さ、六、五、三、一、ゼロ。三弦の二フレット。はい。これを一瞬で入れます。もう一回ゆっくりいくよ。はい。ケイタゾと入っていくんですよ。このフレーズが、また早いから、ここの、タタン、タタン、タタン、これ指一本だと、タタン、タタン、タンとちょっと忙しくなっちゃうんで、この、タタン、タタン、タン、タン、タタンタタンタンまでは、ストロークで やろうかなと思います。そうするとカッティングで、1弦と2弦と、あ、じゃない、1弦と3弦の4弦の音を止めたまま、こんな感じがいいと思うんだよね。わかる？ 2 弦しか音出てないけど、この実はこの手で、1弦と2弦、1弦と3弦と4弦と止めてるんですよね。カッティングです。それで、ほら、今2弦の音しか聞こえてないでしょ。その後、ここは2弦の3、1、0、3弦の2フレットは、まあ、指1本で、ここはいけると思いますね。はい。こんな感じで合わせ技です。かなりこれ、高難度です。で、今のぐらいのスピードだと、まあ、できるかもしれないけど、早いんですよ、原曲は。ちょっと、原曲っぽい感じのテンポでやってみましょう。一番最初から。1、2、3、4。
早いでしょ。このぐらいのなんかこう速さなんですね。なんでこれなかなか修行がかなり必要になります。今のところを最初からゆっくりやります。ワン、ツー、スリー、フォを入れるとかっこいいかも。ここが一番難しい。要はここの時に右手をこう軽やかに行きたいからカッティングしてんですよ。はい。はい。ここがねちょっとねなかなかかなりハイレベルだと思います。まあまああのじっくり時間かけて分析しながらやってみましょう。この全部弾くんだけど2弦しか出てないってすごくない？ね、全部右手弾いてるんですよ。こっちで音止めてるから1弦3弦4弦の音止めてるんですよ。触ってほら、はい、ここがちょっとねもう何回も練習してください。でこっからは気持ちがいいよ。8ビートのチャで来たぞ来たぞあられちゃ。ここはもう堪能してください。堪能してください。もう本当に。はい。で、ここもね、でも何気に細かい決めがあります。ちょっとやっていきますと、ピーピピッピッピッポッカッチャンモーチャカチャカチャカ。はい。ここも16ビートっぽい雰囲気のおかずですね。ピーピピッピッピッポッカッチャンモー。こんな感じ。これカッティングがいい。G7、ダッタッタンダカダカダカ。ちょっとこれ軽やかにしないと、これ16ビートのノリが入ってきます。もう一回やってみましょうか。聞いた、あ、最後歌からいこうか。聞いたぞ、聞いたぞ。ピカピカ皆さん方法経験。ここは止めてください。右手止めてもいいよ。はい。そして豚さん方法結局の後に2拍。ここのところで、スタカタタカタみたいな感じで、ちょっとこう16ビートでおかずっぽく、入れてもらうと。トーヒさんまにかにか、豚さん方法結局、なんだかだかだかみんな集まれ。こんな感じです。ここも16ビートで、チカタカタカタカみたいな、ちょっと忙しく感じるかもしれないけど、16ビートの要素はちょっとこれ入るとかっこいいですね。で、みんな集まれ、ペンギン村に。あとはもうシンプルですね。どんなことが起こるかな。次、ワンブロックコード4つになります。それゆけ、いしし、お楽しみ、タカタン。はい。このお楽しみのとこ、ここもカッティングで、それゆけ、いしし、し、お楽しみ、タカタン。わかる？お楽しみの時に G7 で一回止めるでしょ。お楽しみで、チャッタカタン。お楽しみ、チャッタカタン。このタイミング。もう一回。それゆけ、いしし、し、お楽しみ。かっこいい。ここね、なんか小気味よく決めたいですね。それゆけ、いしししお楽しちゃったかな。はい。で、最後エンディング。でん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 。最後ね、フレーズ入る。でん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 。はい。今のところ。これもタブ譜でこう書いてあるんですけど、全部弾いていいです。それで1弦の3、2、0、2弦の3。また C、止めて、またもう一回 C です。はい。こんな感じ。1弦の3、2、0、2弦の3、C で止めて、C。こんな感じで終わります。もう一回、ラストの1行。こんな感じでおります。内容盛りだくさん、このタブ譜をね、まず読んでいただけます。まあ、なんつったってやっぱりでもイントロですよ。このイントロができたらもう皆さんもうこれブラボーよ。これかなりハイレベル。手首を柔らかい。一応16ビートのノリですからね。このトコトコトコと、これも16ビートですから。もう手を力抜いて、こう、肘で弾いていたらもう、これは無理ですからね。この、ここも、肘では間に合わない。手首柔らかく。かなり
忙しい。これは脳トレ要素高いけど、テンションが上がるやつです。ぜひじっくり取り組んでください。はい。そういうわけでね、これちょっとやってもらっても、キーン元気もりもりで、もう空飛んでっちゃうような勢いで、歌ってくださいな、皆さん。はい。魂込めて、天国の鳥山明さんに、この笑顔を届けていきましょう。さ、やっていきましょう。ドクタースランプあられちゃん、オープニングソング、ワイワイワールド、ガゼレ流かっこいいバージョン、やってみる !1、2、3、4。皆さん放課後みんな集まれペンギン村に、どんなことが起こるかな、それゆけいしししお楽しみ、パラレちゃんのオープニングソング、ワイワイワールドガズレレリュー、かっこいい場所やってみた、魂込めてやってみました。もうこれはテンションが高まります。いや、元気いっぱい歌うからこそやっぱりこれはね、素敵なんだと思いますよ。はい、魂込めて元気よく歌っていきましょう。もう難しいけども、まあ時間かけてそこはやってもらって、これ歌うところだけでもね、まずは歌ってくださいよ。はい、天高く歌いましょう。よろしくお願いします。さあ、これ G ラボ祭りっていうのね、ちょっとやります。ちょっと詳しくは概要欄にね、特設ページがオープンしたんで見てもらいたいんですけど、5月にね、オンライン、イベント、G ラボユーザーが参加できるオンラインイベントなんで、ちょっとね、今のうちからチェックしといてください。で、さっきも言ったけど、このね、 GGD ガズがいいこと言ってる主婦友から4月に出るエッセイ本、ぜひ予約してね。これ本当に皆さんぜひこれ予約してほしいです。よろしくお願いします。お知らせです。はい、こちらの本が、リリースされましたよ。これ大好評でございます。はい、ハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2ということですけど、これそれぞれ過去に出していた、こっちが1、2、こっちが過去に出して3、4が2冊分がこれそれぞれ200曲収録というね、話題の本でございます。Amazon 並び書店さん、楽器店さんので、今販売しておりますんで、ぜひねチェックしていただきたいと思うんですけど、これ Amazon とか楽天ブックスさんでご購入いただいた方はレビューを書いていただけるとですね、これからまだガズレレ知らない方にすごい参考になると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。ガズレレではね、アプリがあります。ガズレシピというアプリです。アプリのインストールは無料なんで、皆さんスマホにひとまず入れておいていただいて、お試し楽譜があるんで、そこで見てもらっていいなと思ったら、1曲からでもセットでも楽譜、大量の楽譜が購入いただけます。こっちはかっこいいバージョンも載っているデザインされた楽譜なんで、これもかなりご活用いただけますよ。で、アプリ内でいろいろ楽譜の管理もできるんですけど、これがなんと本にもなってます。実際のページめくる本にも、これもね、Amazon などで売ってるんでチェックしてみてください。あとですね、ガズレレではですね、もう一個やってるんですよ。これ、ガズピアノ。これ超面白いですよ。ガズピアノという YouTube チャンネル別にあります。これ本も出てますから、リットミュージックから。ガズさんピアノ弾けないのにピアノの先生やってます。そう、だから面白いんです。ピアノの常識を覆す、弾き語りに特化したもう世界で唯一の一番簡単なピアノ教室。ウクレレできる方、ガズレレでやってる方だったらもう30分でできるようになりますからね。ぜひやってみてください。あとガズレレではですね、このウクレレストラップとか、このキャップとか、T シャツとか、このここに挟んでる水引きとか、もういろんなね、可愛いグッズもたくさんやってるんですよ。ガズレレ公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとありますからね、見てみてください。ともあれいろんなことやってるんですよ、ガズレレって。はい、このガズレレ .com 公式ホームページ見るといろんな情報が手に入りますんで、この公式ホームページと今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネル、そう、あっちこっち見ながらですね、いろんな音楽楽しんでください。もうね、ガズレレ G ラボではですね、もう課題曲もね、もう2000曲以上は多分やってると思うんですよね。もう楽しく音楽聴くからやるに変えていきましょう。もうすでに楽しんでるよという方、この周りの方にこんな面白いことあるよって勧めして教えてあげてください。それでは皆さん、また会いましょう。バイバイ。